はい、千本桜夜に紛れ、はい、あ、そうですよね、千本桜弾いたことあるよ、ピアノで3年生の頃。こんにちは、ひまひまです。今回はですね、今日ですね、動画を撮んなかったんだけど、じゃじゃん、こちらのビレッジヴァンガード、通称ビレバンに行ってきたということで、今回はこちらのビレバンの購入品を紹介していきたいと思います。イエイ。すっごいいいものばっかを買っちゃったので、早速皆さんに紹介したいと思います。ではレッツゴー。では紹介していきます。もうすごい、もうウヤーって感じのものばっか入っています。では出していきましょう。まず1個目、大物は大物ほど後にしたいと思います。まずこちら、じゃじゃん、これ何、モテ紙実感。なんかこうやってやると髪がめっちゃサラサラになるらしいの。これをママがなんか暇にやりたいって言って買ってたので、また今度動画でやります。なんかなんだろうね、これ髪染めるのかな。嘘嘘違う、あ、後ろは普通に日本語なんだけど、この人が使ってるこのシールは韓国語なの。なんだろうね。洗い流すヘアトリートメントらしいです。こんな感じ。はい、それで次行きましょう。次はじゃじゃーん、これなんかね、紅生姜カルパスだって。うん、パパが好きそうなものですね。パパが買ってました。これはひま食べません。これ食べてみる。ちょっとじゃあ食べてみます。カルパスは好きだけど、紅生姜は嫌いなんですよ、ひま。はい、こんな感じのやつで、これです。じゃじゃん、匂いは普通のカルパス。パパに似てカルパスは大好きなんですけどね、紅生姜は嫌いなんですよ。そう、焼きそばとかに絶対紅生姜使わない人。はい、こんな感じ。では食べてみます。いただきます。ほんのり後から紅生姜が来るって感じ。全然嫌いでもいけちゃいますね。だってたこ焼きには入れてるの食べれちゃうので、そこまで食べれない、吐きそうっていうわけじゃなくて、美味しいです。普通にカルパス好きだったら食べると思います。はい、次はじゃじゃじゃんじゃん、骸骨のチュッパチャップスです。このでっかいやつがあったんだけど、それをなんかイベントみたいな、それに置いた方がいいかなみたいなことパパが言ってたんですけど、ちょっととりあえずこの中身を舐めてみようというか、買って食べてみようということで買ってました。これは飴なので、またちょっと今舐めちゃうとあれなんで時間かかっちゃうのでなので、これは今度また食べます。それで次、最後です。食べ物系はじゃ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 ん、これすごく、うわ、なんか落ちた。これすごくない？これなんと台湾のタピオカです。じゃーん、このミルクティータピオカなんですけど、台湾製造、これ台湾産のやつです。もう本場のやつですよ、これ。めっちゃ飲みたくなっちゃって買いました。ではちょっと飲んでいきます。これ170円です、1個。初めて本場の、今日タピオカ飲んできたんですよ、ミルクティーの。最近ミルクティーハマっちゃって、普通に美味しそう。え、本当に美味しそう。これ全部出しちゃう。え、透明タピオカが、え、見れるかな、みんな。透明タピオカがわかるかな。めっちゃ見えるじゃないけど、ほら、こんな感じ。透明のタピオカです。よし、取り出せました。じゃじゃん、というわけで、じゃじゃん、出せました。ちょっとミルクティーは別のコップにこんぐらい移しちゃったんですけど、タピオカが見えやすいように、こんな感じで。タピオカがまず透明なことに驚いた、ひまは。ほら、透明なの。では早速本場のタピオカ飲みたいと思います。ちょっとこれ移そう。では飲んでみます。いただきます。うん、タピオカ自体はインスタントだからだと思うから、味はタピオカです。あの味、普通の味の普
通に日本のコンビニに売ってそうなタピオカです。でも本当に美味しい。あのミルクティーも本当にちょっとすっきりした感じかな。ですごい美味しいです。すごいざっくり言うとタピオカ自体はゼリーみたいな感じです。もちもちというよりプルンプルンしてる感じです。大きさ的にはちっちゃい。タピオカの大きさが、あ、なんてミルクティーが美味しい。本当にこれはおすすめです。ぜひ皆さん買ってみてください。では日本のやつと一緒です。でも150円は安い。日本のコンビニに売ってるタピオカは多分ね200円とか300円ぐらいするのかな。なんだけどこれ150円だから安いと思います。はい、で次これめっちゃ嬉しい。じゃっちりゃーん、これフィラーのポーチです。これね、ずっとポーチが欲しくって、新しいフィラのポーチなんですけど、フィラが欲しかったんですよ、最近、本当に。で、これ中に、こんな感じで、2個に置かれてて、ベルトにもめっちゃフィラって書いてあって、ここにもチャックがあって、すっごい可愛いですね。お出かけするときとか、もう今こればっか使っちゃうと思う。愛用しちゃうと思う。ってぐらい、もう嬉しい、これ。はい、こんな感じ、じゃじゃーん。これ本当に使いたいと思います。いろんな場面で使えると思うので、使いたいと思います。こんな感じです。そうそう、2900円でした。こんな感じ。すごい嬉しいです。これはね、めっちゃ可愛い。念願だったフィラのポーチですよ。で、最後じゃじゃじゃーん、これ、今、最近、ウームのボイトレに行ってるんですよね、ずっと。で、ボイトレ、でさ、もう家でめっちゃ練習したじゃないですか、ボイトレの。ぐわーってめっちゃ声出して。でもそれがマンションに引っ越してからですね、響いちゃうっていうか、緊張迷惑っていうか、ママにいつも、もっとちっちゃい声で歌ってみたいなこと言われるんですよね。それでもう、でっかい声で熱唱できないじゃないですか。なので、じゃじゃん、こちら。ずっと欲しかった。ボイトレ。これはですね、ボイストレーニングのやつなんですけど、左耳にこういうのつけて、こうやってやるともう一人で熱唱できるみたいな。しかも洗えるし、電池使わないし、リビングやお風呂など好きな空間で好きな時間に練習できるということで。しかもこれね、あれなんだって、エクササイズ効果もあるんだって。ダイエット効果。思いっきりの発声トレーニングをすることで、お腹周りを中心的に刺激します。だって。で、結構これ、思う存分歌って歌うまになりましょうみたいな。すごいね。結構すごいんですよ、これ。で、結構高いんですよ。3980円ということで。結構いいんじゃないかなと思いまして。では、早速ちょっとこれを使っていきましょう。じゃじゃじゃーん、こんな感じ。なにこれ、ちょっと見せて。オッケー。できました。じゃじゃーん、できました。こんな感じ。したら左に耳につけます。そう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 。はい、ではちょっとこうやってつけたので歌ってみます。幸せとは星が聞こえる。幸せとは大切な人に振りかかった。全然違う。全然違う。わー、うん、全然違う。全然違うよ。本当？違う？すごい。イエーイ、これすごい。なんかこうやってさ、腹式呼吸するじゃん。って聞こえる。はい、じゃあ頑張ります。これで頑張ります。結構これいい。だからぜひこれ皆さんも買って使ってみてください。すごいいい。これでちょっと練習したいと思います。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回はビレッジヴァンガードの購入品を紹介しました。皆さんはぜひどれがいいかコメント欄に書いてみてください。どれがいいかっていうか比べるときがないと思うんだけど。はい、ぜひね、もう全部おすすめなので、見つけたらぜひ買ってみてください。もし今度がよかったら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。バイバーイ。もう全部お気に入り。